ジョン？ん？お兄ちゃん、なんで新年早々アニメの録画なんかうつろな目で見てるわけ？ああ、いや、人生についていろいろ考えていたんだが。あ、何考えてたのかは言わなくていいから。おめでとう、お兄ちゃん。今年もよろしくね。お、おめでとうさん。今年もよろしく。ってことで、初詣行こう、お兄ちゃん。はあ？初詣だよ、初詣。神社のお参り行くやつ。いや、そりゃ知ってるが、正気か？この寒い中、あの人混みに混じって長い列作るのか？そうだよ。だって小町受験生だし、神頼みしとかないと。ふん、そういえばそうだったな。お兄ちゃん、自分で初詣行こうって小町に言ったくせに、小町それを励みに頑張って勉強してたんだよ。すまん、つい怠惰な時間に溺れてた。ま、分かってくれたならいいよ。それじゃ、さっさと支度していこう。ああいうのは一種の縁起物だからな。しっかりお願いしとかないとな。うん、やっと分かってくれたようでよかったよ。ってことで、お兄ちゃんも早く支度。やっぱ人多いな。それだけみんなお願いしたいことがあるんだよ。世界は夢と希望にあふれてるってことだね。あ、今の小町的にポイント高いかも。低い低い。世界は欲望に満ちあふれてるなんて地獄そのものじゃないか。だからこそみんなお参りするんだよ。地獄に仏って言うじゃん。神社だけどな。まあ、人間なんて他人も自分も当てにならんからな。神に祈りたくもなるよな。夢も希望もないな。それ小町的にポイント低い。はあ、小町受験より今年のお兄ちゃんの方が心配になってきたよ。そうか。俺は別に心配してないけど、俺のこと、小町のこと、特に小町のことは全然心配しとらん。他人も神も信じないが、小町のことは信じてるからな。お兄ちゃん、小町はお兄ちゃんのこと全く信じてないけど、ありがとう。信じて、お兄ちゃんの愛だけは信じて。明けましておめでとう。
おめでとうさん、もうお参り済ませたのか。ええ、あなたたちはこれからなのね。そうなんです、合格祈願も兼ねて。そっか、試験もうすぐだもんね。私も受験の時ここでお参りしたよ。そう聞くとすげえご利益ありそうだな。小町、これなら余裕で合格できそうですね。ひどい言われようだ。けれどそれほどご利益があるなら、引き貝くんも人間性の改善をお願いしてくると良さそうね。今すぐお参りするべきだわ。そこまでのご利益はないよ。ちょっと俺の人間性、君の学力より絶望的な。すいません、こんなアニですが、今年も小町ともどもよろしくお願いします。こちらこそよろしく。よろしくね。じゃあ行くか。では雪乃さん、ゆいさん、また今度。小町が受験合格しますように、あと兄が幸せになりますように。小町、願い事は口に出さなくてもいいんだぞ。それに俺は大体いつも幸せだ。どこが？幸せはいつだって自分の心が決めるんだよな、八幡。お兄ちゃんのそれは諦めとか妥協だと思うけど、でも小町はお兄ちゃんにはもっとちゃんと幸せになってほしいんだよ。小町なんて、今の小町的にポイント高い。お兄ちゃんからもらえるお年玉の額も高い。高くない高くない。高くないけどいくら欲しいの？お兄ちゃんお賽銭用の小銭しかお金持ってないんだけど。ちっ、小銭か。ちょっと今本気で舌打ちしなかった？してないしてない。ほら早くお参り済ませて。はいよ。よし、後が使えてるみたいだし、そろそろ行くぞ。まずここ離れるか。人増えてる気がするし。確かにお参りの列もすごいことになってるもんね。あれでは参詣を終える前に疲れ切ってしまいそうね。じゃあとりあえず行こっか。
俺に聞かなくていいでしょ。しかも返事待たないで言っちゃったし、聞く意味あった？なかったわね。おい、お前まで突然消えるなよ。何熱心に見てるんだ。お？そこのぬいぐるみ。な、何かしら。いや、そのどこかで見たような。ええ、どこかで見ているものだわ。とても近しいような、懐かしいような。そうか。でも、ちょっと待って。なんだ？少し気になることがあるの。ああ。あなたも気づいたのね。いや、なんとなくだな。そう、どこか違和感があるのよ。パチモンってことか。ええ、その可能性が高いわ。で、欲しいのか？いえ、取るまでもないわ。よく見たら、パンさんの偽物ね。そうか。ね。ま、屋台の景品だしな。パチモンが出回るくらい人気ってことだな。それもそうね。さすがパンさん。どう？すまん。いえ、ごめんなさい。したの？なんかあった？いや、まあ、あれがちょっとな。あ、パンさん！の偽物よ。ああ、なるほど。屋台にパチモンはつきものですよね。そうね。がっかりするほどのことでもないわ。明日暇？明日はちょっと。そうなんだ。じゃあ明後日は？それなら空いているわ。じゃあさ、明後日みんなで集まろうよ。ね、ヒッキー、小町ちゃんも。お。受験勉強があるので遠慮させていただきます。どうぞ小町のことは気にせず3人で楽しんできてください。あ、そっか、残念。小町ちゃん、受験終わったら合格祝いやろうね。そうね、今が大切な時だもの。小町さん、頑張ってね。はい、雪乃さん、ゆいさん、ありがとうございます。お兄ちゃん、明後日でちょうどよかったかもだね。
あ？なんで？ちょうど雪乃さんのお誕生日じゃん。ほう、お前よく知ってるな。こういうところ小町的にポイント高いでしょ。そうだな。いや、まああざといだけとも言えるが、さすがだ。